はい、どうもこんにちは、むかげです。このところずっとこのですね、ブラックマジックのスピードイーターに関する動画を、まあ、続けて作ってきたんですけれども、一番最初の動画で、開封と簡単なファーストインプレッション、その次の動画で、この使い方、ボタン配置だとかその使い方っていうのを、まあ、紹介して、今回はこのスピードイーターっていうのはそもそもどういうものなのかっていうことも含めてちょっと雑談形式で話していきたいと思うんですけれども、まずこのスピードエディターっていうのは一体何なのかっていうと、一言で言うとダヴィンチリゾルブのカットページに特化したフィジカルコントローラーということになります。ダヴィンチリゾルブにはいくつかのページがあって、カットページの他にもエディットページやカラーページ、フュージョン、あとまあデリバーだとか、あとフェアライトだとかも、ちょっと順番めちゃくちゃになりましたけれども、そういったね、もう各々の機能があるんですけれども、その中でもこのスピードエディターっていうのはカットページに特化したものなんですね。でこれを使って、スピードエディターを使ってエディット編集であったりフュージョンやカラーページっていうのは基本的に使えません。でエディットページに関して言うと、こうカットページとどうしてもこう機能的に被っている部分が多いこともあって、まあ、例えばこのダイヤルを回せばあのタイムライン上の行き来っていうのはできるんですけれども、最適化は全くされていないので、僕の場合は、ダヴィンチリゾルブで動画編集をするときっていうのはいつもですね、ずっとエディットページを使っていたんですけれども、今回からこのスピードエディターを導入したことで、カット編集はカットページでこのスピードエディターを使いながらやるというふうに、ワークフローを変えることになりました。なのでダヴィンチリゾルブを使っていても別にもカットページは必要ないよと、もうエディットページで満足されているんだったらもうそれでいいのかなというふうに思います。ただしこの 2,3 日使っていて、動画編集のなんだ効率であったりスピードっていうのがこれを使うことによってガラッと変わったんですね。でやっぱり具体的に言うと、このスピードエディターっていうのはカット編集っていうものをとても直感的に行うことができる、そういったフィジカルコントローラーなんです。で前回の動画でもキーボードに配置された機能っていうのはご紹介したんですけれども、一通りねカット編集で必要だと思われるものっていうのは全部入っているし、それにプラスしてこれまでちょっとね面倒だったなって思うような、まあ、トランジションであったりズームであったりっていう機能もボタンとしてアサインされているので、簡単に動画のクオリティっていうのを、カット編集のクオリティっていうのを上げることができる、そういったまあ機能を持った製品ということになります。あとまあ特徴としては、このここにね大きくインとアウトっていうボタンがね見えると思うんですけれども、このねイン点とアウト点っていうのがこのカットページ引いてはこのスピードエディターのまあ肝となる部分だと個人的には思っていて、このねイン点とアウト点を使うことで、まあリニア編集、いわゆるカットページっていうのはリニア編集、エディットページっていうのはノンリニア編集っていう概念をベースに作られているまあ編集のワークフローなんですけれども、素材からタイムラインに動画っていうのを移動することによって、そのタイムラインっていうのをねこう直線的に構築していくことができるんですね。こうまるでこう積み木みたいな感じでどん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 とこう積み上げていって、気がつくと一本の連続性を持った動画っていうのが構築されている。でそういうことが直感的にできるのがこのスピードエディターで、やっぱりあとね何よりも大きいのはやっぱりこのダイヤルですよね。このダイヤルって言えば何がいいかっていうと、やっぱりタイムラインにとにかく集中できるんですよ。これまではこうタイムラインの行き来っていうのはどうしてもこうマウスを使ったりしていたんですけれども、マウスだとどうしてもこの実際のラインの方に、ね、目がいっちゃうんですけれども、このダイヤルを使っているとその直感的にタイムラインの直線っていうのを体感的に認識しつつ、意識としてはそのタイムライン上の映像っていうものに集中することができるんですね。でしかもこのダイヤルっていうのは単純にそのタイムラインの行き来っていうのだけではなくて、本当に1フレームごとの細かな作業っていうのもこのダイヤルの繊細な動きによって操作できるんで、あとこのスピードエディターにはこのダイヤルの上の部分にソースとタイムラインっていう2つのボタンがあるんですけれども、ソーステープとタイムラインっていうのをこれを頻繁にね行き来することができるんですね。でしかもねそれがねものすごくね軽いんですよ。カットページってサク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 できるんで、ソースっていうのは自分が撮った動画で、タイムラインっていうのはそのソースをもとに作ろうとしている現在進行中のプロジェクトのことですけれども、これは自由に本当にね自由に横断的に行き来することができることもあって、この素材の使い残しっていうのを減らすことができるんですね。であとこのスピードエディターにおいては
トランジションだとかズーム機能っていうのは割り当てられていて、この辺はねエディットページでももちろんできること で同時にエディットページだと、まあ、これが後から話そうとは思うんですけれども、もっとね手の込んだことができるんだけれども、そんなにね手の込んだことをしたいわけではない、そういう場面ではスピードエディターを使ったトランジションの挿入であったり、あと簡易的なズームっていうのは、まあ、本当にね楽したまま動画の質っていうのをじわりと上げることができる、かゆいところに手が届く素晴らしい機能だというふうに思います。まあ、というふうにとにかくねこのスピードエディターっていうのは何度も繰り返すんですけれども、カットページカット編集ですよね、素材を切って貼ってして、それで一本のタイムラインを作る、一本のプロジェクトを作るっていう、そういった作業に特化した、まあ、フィジカルコントローラーで、そのタイムラインにとにかく集中できるような作りになっているものなんですね。なのでここからがまあちょっとなんだろう、スピードエディターでは苦手としていることできないことになるんだけれども、あくまでこうソーステープを元にタイムラインっていうものをいかにスピーディーに構築するのかっていうことを主目的とした製品ということもあって、それ以上のことっていうのはすごく苦手です。それ以上のことっていうのはつまりどういうことかっていうと、こう装飾的な部分ですね、ちょっとこう手の込んだことだとか、ちょっとしたこう映像的なギミックだとかっていうのはこのスピードエディターではできません。でこの子は本当にね正直な子なんで、そういったねちょっと変化球まがいのことっていうのはすごく苦手なんですよ。特にね、まあ、僕がちょっと残念かなと思ったのっていうのは、このカットページっていうのはもともとそのリニア編集っていうものをベースに作られているもので、本来はこのリニア編集っていうのはテロップだとかタイトルだとかの使い回しっていうのが非常にしやすい、そういったまあ編集システムなんだけれども、このダビンチゾルブのスピードエディターではそういったタイトルやテロップの扱いっていうのはとても苦手としています。なのでタイトルだとかテロップをつける場合っていうのは隣のエディットページに行って、まあ、っていうのもまあこれまあキーボード上でそのいわゆる文字を打ち込むものっていうのがないっていうことがあるんだけれども、はい、なのでやっぱりこのスピードエディターがまあ象徴するようなカットページっていうのは、こうエディットページの上位互換であったり代替となる機能では決してないんですね。あくまでこうダビンチゾルブを使った編集のワークフローにおいては、まあタイムラインのカット編集と装飾的なエディット機能っていうのはもうそもそももう別の、まあ、別のものですよっていうふうに細分化するような、まあ、そういった流れというふうに理解していいと思います。ということでね、正直使い方次第ではこれまでこうエディットページでずっと慣れ親しんで動画編集をされてきた方が今回このスピードエディターを導入して、まあ、これを導入するっていうことは同時にカットページを使用するっていうことになるんで、そうやってこうこれまでそのエディットページの一つでできていたことっていうのをカットページとエディットページっていうふうに分けることで、逆に時間がかかってしまうっていうケースっていうのは正直に起こりうることだと思います。どういうシーンかっていうと、例えばこうタイムラインっていうのをクリップごとに整形していって、そのクリップごとに例えばまあクリップごとにタイトルを入れたり、あとまあフュージョンタイトルを使ったり、他にも例えばまあこのクリップが出来上がったらそのクリップのちょっとこうカラーをいじって、また次のクリップが出来たらまたそのカラーをいじってっていう風に、そのダビンチゾルブのエディットページやフュージョンページやカラーページ、まあフェアライト、音のフェアライトもそうだと思うんだけれども、そういったところをタイムラインを構築する中で頻繁にそういった機能を行き来していた、使い方をされていた方には、逆にこのスピードエディターを導入することで時間がかかるっていうケースっていうのは十分にあり得ると思うんですね。っていうのもこれは何度も言うようにカットページだけに特化したものなんで、それ以外では全く使いようのないものなんで、そういった形で動画編集をされてきた方にとってはこのスピードエディターっていうのは逆に足かせになるようなケースっていうのも出てくるのかなというふうに思います。僕が個人的にこの数日間このスピードエディターを使う中でどういう人にこのスピードエディターがおすすめできるのかっていうと、まあ、僕のようにですね毎日動画を作りたい、まあ、日常的に動画編集をやりたい、でその際にはあまりこう時間をかけずに作業速度と正確性っていうのを高めたいっていう方にはこのスピードエディターっていうのは何の留保もなくおすすめできます。まあ、スピーディーに編集できて同時にこう正確性も上がるっていう意味では、例えばね僕が思ったのは、例えばウェディングだとかイベント関係の動画、ああいうのっていわゆるそのまあリニア編集的なニュース的なこう動画の扱いっていうのをするわけですよ。30分前に撮った映像っていうのをちょっとモニターでちょっと流したいとか、そういうケースっていうのがウェディングだとかイベントではよくあるんだけれども、そういう場合っていうのはこのねスピードエディターっていうのはめちゃくちゃ強力な
相方になってくれると思います。このリニア編集におけるこうデッキを使った編集の速攻性っていうのは本当にこの弁当箱サイズのスピードエディターにちゃんとね継承されているので、そういったまあ速度と正確性が求められる現場には本当にお勧めできる。まあ、それに関連してあとまあ言ったように日常的に動画編集をしていて、そんなに手の込んだことはしないと思う。毎日のルーティンとして動画編集をやっていきたいとかっていう場合はこれはまあ本当に便利です。逆にこう動画っていうのを作り込んでいくタイプ、その作り込み方っていうのも最初にカット編集をしてタイムラインを作ってから装飾を加えていくのではなくて、タイムラインを構築するのと同時並行してカラー編集をしたりテロップやタイトルっていう装飾を加えていく、そういったスタイルで動画編集をされている方にとってはこのスピードエディターっていうのは逆に足かせになるかもしれない。いわゆるタイトルを打ち込んだりフュージョンを使ったりカラーページカラー補正をしたりする場合っていうのをこのスピードエディター横に置いとかなきゃいけないんで、この一つでさえ手間なわけですよ。でこういった手間をなくそうっていうのがこのスピードエディターなんで、そういった作り込んでいくタイプの動画編集をされている方にはこのスピードエディターっていうのは必ずしも最適なソリューションというわけではないかもしれないです。でそういう場合はね、それとは別に本当にこうプロが使うようなもっと大きなねフィジカルコントローラーがあるんで、そっちの方をね使った方がきっといいと思います。ということでね、今日はまだね数日しか使ってないんで僕もなんか偉そうなこと言えないんですけれども、この数日間使った中でこのダヴィンチリゾルブのスピードエディターに関してちょっと思ったことっていうのを雑談形式でお伝えしました。僕はこれからもこのスピードエディターを動画編集の中で使っていくつもりなので、またこう気づいたことはねこの動画の中でいろいろとその都度言及していきたいと思いますので、もし気に入っていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。